えーどうも、お疲れ様です。それでは、コインゲッコの毎朝の相場チェックになります。7月8日月曜日朝10時、ジャストですね。えっ、ー、と、いつも通り左上から見ていきますね。えー、コインゲッコに登録されているコインの数が14,885ということで、日々増えておりますね。で、こちらの方が取引所の数になりますけども、1,151個の取引所がコインゲッコで紹介されております。で、出来高がこちらにも書いてますけども、下の方ね。 えー、340兆円ということで、だいたい私の見立てだと400兆円を中心にして上が430兆円、下が370兆円のレンジだったわけですが、大きくそこを下回ってね、なんかマウントコックスの賠償金放出みたいなところだったと思いますけども、しかしマウントコックスもね、随分昔の事件が今ね、 えーまあ、そういうふうな賠償に至るってことになってますけども、当時のビットコインの流出なり不正なりなんかわかりませんけど、事件でね、損失を与えた顧客に弁償する費用っていうのは今十分膨らんでると思いますので、結構ね、簡単に返せるというか、返せるメグドがついたから返したのかなと思いますよね。なんかその辺、もう随分古い事件だったんで、ぼんやりしてますけども、当時マウントコックス事件なんてあったからね、ビットコインの知名度が逆に広がって <laughs>、 なんか皮肉なことになりましたけども、あの頃はビットコインってのが何なのか本当によくわかりませんでしたけども、まあ今でもよくわかりませんけどもね。はい。あ,あ、ちなみにね、こういうふうな暗号通貨の解説をしていると、それは違うよバカ野郎とかね、勉強不足だこの野郎とかってね、書き込みあるんですよ。いやでもね、どれだけあの暗号通貨に対して勉強してもね、あの、しきれないんですよ。1万4000もあるわけですから。 それから1銘柄につきましてもさまざまなプロジェクトが出たり消えたりしてるんで全体像を理解することは不可能なんですよね。でその上で解釈ってのは投資家さんそして解説者さんアナリストによってみんな違うんですよだから自分と解釈が違うから勉強不足っていうのはねまあそう見えるならしょうがないんですけどもね。うーん、まあお互い、 こうなんですかち輪もめみたいに見えちゃうんでしょうね暗号通貨に関わってる人を外から見ると、まあ仕方がないことですねで、えー、とビットコインのドミネーションなんですけども51%に回復してましてイーサリアムが16.5%と回復見込みですこれはでも全体のパイがちっちゃくなったからね相対的にそうなっただけっていうことだと思いますけどね はい、それぞれの銘柄の価格をやっとここから見ていくことになりますねだからここの上の位置をまず解釈して出来高からの考察を図ってってところからやっと銘柄を見ていくってことになりますんで全体を見て徐々にちっちゃく見ていくっていうこの方法はそんなにね間違いではないと思うんですけどねでビットコイン、えー、と900万円割ってしまいましただから今後どうなるっていうのは分かりません誰にもねこのまま下がる一方なのかもしれませんしいやいやビットコインは これから1億円向かうんだっていう解釈もありますしね、もうこれ本当ね、言ってることがね、ビットコインの見え方によってみんなまちまちなんで、どれが絶対正解で、どれが絶対不正解ってことはなくって、それぞれ自分の判断で発言したり、アクションを起こしたりしてるっていうだけなんですよ。逆に言うとね、誰かの発言を頼りにしているようでは投資家にはなれないと思った方がいいと思います。暗号通貨に限らずですよ。誰かが言ったから買った。誰かが買ったから売った。 ここういういいとではないんですよねそれこそ大量保有者になればそういったものもね通用するんですけども私たちはねどんなに投資にお金積んでもそんなね億っていう金額まで積めませんからねもうどんぐりのせ比べで分かってないもの同士が地道にやわびき出るっていうまあ、程度なんですよ <laughs> はいそしてその他なんですけども XRP ね70円割らないと思ったわけですけどもいとも,も簡単に割ってしまうという体のも,もうね100円とかっていうのがね遠い未来になってきましたね まああの、暗号通貨、冬の時代ってことになります。まあ、その中でも、芝犬ってのは、0.0014円以下で、皆さん購入してくださっているのが1月ですから、未だにね、折りかけになっているというところじゃないかなと思います。こういうふうにね、赤い相場続きなんですけども、まあ、芝犬コインのおかげで救われてるかなと。しかも、芝犬コインは皆さんに利格のタイミングをお勧めしたんでね、その時に利格した人は、もう損失は、このまま行けば永遠に出ないってことになります。今、 口座に入れてる芝居のコインが全部なくなっても資金回収はもう済んでますからね。高みの見物ってことですね。はい。で、えー、リサーチするコインはあんまり広げてもしょうがないです。もうそれだけで生きてるわけじゃないんで。それこそ、暗号通貨のね、専門業をやられてる方ならば、まあ、一日中ね、暗号通貨の価格見たりとかね、ああでもない、こうでもないって言っとけばいいんですけども、まあ、とてもじゃないけどね、そればっかりやってらんないです。もし暗号通貨の専門家になるっていうんだったら、それこそ、コインの開発者になった方が近道だと思うんですけどね。 うん、まあですから、分からない部分がたくさんある中で、その不確定要素に対して挑戦するのが投資なんじゃないかなと思いますけども、それは確実な情報を使うまでね、投資行動を起こせないとしたら、誰一人投資なんてできないですからね、どんなものにも値段の上下があって、どんなものにも破綻があって、どんなものにも成功があって、全部は可能性がゼロでもないし、100でもないっていう、ものすごくあやふやの中で私たちはね、すべての活動してるとも言えますしね。 はい、じゃあ、今日はそんなところですかお疲れ様です。